はい、皆様こんにちは、まさたまチャンネルへようこそ。今日はカメラですね。このニコン F i レベルをなんとか私でも使えるようにできたらなぁと思ってます。以前もお話ししましたが、この i レベルファインダーには露出計がついてません。なので素人の私には正直まともな写真は撮れません。ニコン F にはアイレベルファインダーの他にフォトミックファインダーといいまして、露出計がついているファインダーもあるにはあるんですが、デザインが悪いんです。本来ニコン F はこのアイレベルファインダーを元にデザインされているので、フォトミックファインダーがついたものは違法建築なんて言われてますよね。あ、そうそう、以前の動画、昭和、平成、令和のカメラっていう動画で、ニコンの F はニコン SP の改造版、 SP を一眼レフに改造したカメラなので、シャッターボタンの位置が悪いなんて話をしてしまいました。ここで訂正させていただきますが、ニコンはあえて SP と同じ位置にシャッターボタンを持ってきているそうです。当時主流だった SP とこの F の操作性を同じ、統一させるために同じ位置にシャッターボタンを持ってきているそうです。ニコンらしい保守的な考え方ですね。それではこのニコン F を私でも使えるカメラにしちまいましょう。まずは視度調整のアイピースをつけます。アイピースは丸いタイプのものしか持っていないので、こちらの F、 後期型の F を今回は使います。これが視度調整のアイピースです。プラス 0.5 のタイプですね。まあこの視度調整のアイピースをつけたからって、私がこのニコン F のアイレベルで上手に写真が撮れるようになるというわけではありません。さあどうしましょう。やっぱりフォトミックファインダーをつけるしかないんですかね。ねえねえドラえもん、僕でもこのニコン F i レベルで上手に写真が撮れるようになれないかな。もうのび太くんたらしょうがないな。はい、ニコンメーター3。ドラえもんやろうかと思ったらジャイアンになっちまいました。これはニコンメーター3という露出計ですね。アイレベルファインダーのニコン F につけられる露出計です。早速つけてみましょう。ニコンメーターをつけたらレンズを取り付けて、この露出レンズについている露出連動爪をこのメーターのレバーに合わせます。このガチャガチャはフォトミックとかではお約束ですよね。そしたらシャッタースピードダイヤルを連動させます。フィルムの ISO 感度を100に合わせて、こいつ動くぞ。まあ冗談はさておいて、ちゃんと動きますね。動作はしてます。実際これが果たして正確な露出を示しているかどうかが問題ですけどね。露出表示の針の反応はいいですね。結構期待できそうです。この露出計の針に合うようにシャッタースピードのダイヤルと絞りリングで設定します。
設定値はシャッタースピードが60分の1、絞りは F2 ですね。まあ室内だからこんなもんでしょう。そしたらこの平成のデジタルカメラで絞りとシャッタースピードがどんな感じか見てみましょう。80分の1、60分の1の F2.8 ですね。いい感じじゃないんですかね。露出計はちゃんと動作してるようです。ニコンメーター恐るべし。このニコンメーターにはセレン光電池、セレン光電池というものが使われています。セレン電池で光を感じて、その光の強さを露出計の針に表示させる。そしてその針に合わせて絞りとシャッタースピードを設定させるというものですね。なのでこのニコンメーターをつけたニコン F アイレベルは全く電池を使ってません。いいですよね。電池も全く使わないのに絞りとシャッタースピードが設定できる。私のような素人でもきちんと写真が撮れるカメラになったっていうことですね。はい、今回はこのニコン F アイレベルにニコンメーター3を取り付けてみました。こうしてみるとニコンメーターをつけたF のアイレベル、これも立派な違法建築レベルですよね。はい、OK 牧場。次は F2 をやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。またねー。